ぼちぼちやっていきましょう。まずは大方の予想に反して見事勝利を手にした萩原恭平選手。これは朝倉未来選手が勝利を予想していたのですごかったですね。萩原選手は体つき自体が以前と違ってきていて、全体的に厚みを帯びていて、今回の勝利にはそれも大きな理由の一つだったんじゃないかとも言われておりました。元 K1 プロデューサー谷川貞治さんのツイート。萩原恭平選手を見ていて、いつも感じていたのはフィジカルの弱さとレスリング力。そこでマサトを育てたドイトレーナーを紹介したのだが、まさか2ヶ月弱で別人くらいに変化していた。さらに、実は試合前、あんな相性の悪い相手、やめとけばと言ったんだが、それを打ち上げで詫びた。正直、一番やばいと思っていたが、萩原恭平、完勝した。と、萩原恭平選手、有名な今では浩二選手も見ている土井トレーナーに指示していたそうです。谷川貞治さんは、わしが育てた。と、まあそこまでは言ってないですけど、萩原恭平選手なので、今度は谷川さんが今ではやっている巌流島への出場もあるんでしょうか。でもいろんな人の力添えで今回の勝利があったと。続きましては、試合後も芦田龍生選手 VS 浩二選手で、昨今の風潮とは反してノーサイドにしない芦田龍生選手と平本蓮選手。芦田龍生選手は退場する際、花道で浩二選手の応援用のバンバンってやるあのエアバットをお客さんに渡されて、それを膝で真っ二つに折るという膝ナマズも見せておりまして、平本蓮選手も昨日、浩二選手と、それと浩二選手と一緒に入場してきた MC タイソンさんに中指を立てている写真というものもアップしておりまして、なぜそれほどまでに浩二選手を憎むのかという理由の一つが判明いたしました。平本蓮選手、長かったとしまして、ある写真を添付して投稿。それは2016年2月に行われた浩二選手 VS 剣闘士俊選手のフェイストゥーフェイスの模様で、浩二選手はいつものように少し半笑いで俊選手に中指を立てているというもので、結果は2ラウンド浩二選手の左ハイキックでの KO 勝ち。それに対して俊選手は、昨日は東京から戻ってきてボクシング観戦とライジン観戦、現役時代ずっと一緒に練習してきた龍生が僕の悲願を叶えてくれた。僕が脳梗塞になって試合ができなくなった時に、僕が代わりに俊介さんの仇を取りますよって言ってくれたのが現実に起きた。龍生、感動ありがとう。と、芦田龍生選手はそれに対して、やりました、炎の絵文字。と、平本蓮選手はその後、7年越しのカウンターと投稿しております。当時その3人が所属していたチームペガサスのノリトレーナーは、平本蓮選手の先ほどの中指立てのやつや芦田龍生選手の言動などについて、この蓮の行動に文句言ってるやついるけど、ペガサスの時龍生や蓮の先輩の剣闘士に浩二がしたことをブーメランで返ってきただけだから、ある意味そこから始まったストーリーだったと思うとツイートしておりまして、平本蓮選手、芦田龍生選手の長きにわたる苔にされた先輩に対する敵討ちの思いもあったようです。そして引退すると発表している浩二選手に対して、梅野源氏選手は、終わりにするなら最後は挑戦して終われよ、ムエタイルール、浩二の挑戦俺は引き受けてもいい、それと焦るな浩二、まずはゆっくり休むといい、決断はそれからでも遅くないだろ、試合お疲れ様と投稿しておりまして、さらに、シーという今見てもらってる内緒の絵文字とともに、芦田龍生選手 VS 浩二選手のスコアを独自でもつけていたようで、そのノートの写真も添付して見せてくれていて、それによりますと1ラウンドドロー、2ラウンド3ラウンド芦田龍生選手で、結果30対28で芦田龍生選手の勝利で、ハッシュタグジャッジは学んだ方がいいとも書いてありますね。あとはですね、リングに立たないとわからないことがある、リングに立たないと見えない景色がある、挑戦している男はかっこいい、挑戦している男をバカにして挑戦しないことを正義にするな、学ばせているようで学ばせられているとも書いてありまして、これは
言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だと言ったものだと思います。はい、への突っ張りはいらんですよ方式ですね。そしてですね、試合で前に出れなくなってしまった金太郎選手、その原因が親友でもあり、今回も金太郎選手のセコンドについていた大志さんの自身のインスタのストーリーへの投稿で、心の葛藤が筋肉や神経に影響してしまうというイップスだということが判明いたしましたが、その投稿に対してジョビンさん、そもそも格闘技素人の友達がセコンドつくのおかしいやろとツッコミを入れております。しかしこれには今の金太郎選手の精神状況を考えるとしゃあないなどの声も上がっておりましたね。金太郎選手の方は RIZIN41応援ありがとうございました。石塚選手ありがとうございました。結果は 2-1 で判定負けでしたが完敗です。今の自分を抜け出すためにこれからどうするかしっかり考えて行動しますと投稿しております。はい、あとちなみになんですが、ジョビンさん、コメオくんとどうやらコラボしたようで近日動画アップされそうなので楽しみですね。いい橋渡し役なんじゃないでしょうか。そして昨日はこんな大きなニュースも入ってきました。 UFC の親会社芸能事務所エンデバーが WWE を買収し、 UFC と合併させ史上最大のファイトカンパニーが誕生したと。エンデバーは UFC と WWE を合併させて独立子会社として上場させる予定。新 UFC、WWE 連合企業体の設立時点での持ち株比率は 51% がエンデバー、49% が WWE の株主。そしてエンデバー社長のアリ・エマニュエルが新 UFC、WWE 連合企業体の代表取締役社長を兼任。そして WWE の方の悪のオーナービンス・マクマホン、あとはマーク・シャピロというエンデバーの重役が取締役会長に、そしてビンス・マクマホンが一回会長役を不倫などで辞した後、その後 WWE の最高責任者にもついていたニック・カーンがプロレス部門の社長、そして我らがデイナ・ホワイトが MMA 部門の社長にということなので、どういうことかと言いますと、我らがデイナ・ホワイトより一個上にビンス・マクマホンがつくということですね。上司になったということですね。はい、でも別に UFC と WWE が同じリング上で混じり合うという話ではないそうなんですが、ジャン斉藤さんは WWE から UFC に参戦できそうなのは東京オリンピックフリースタイル125キロ級金メダリストのガブレンダン・スティーブンソン、オリンピック後 MMA も考えたが UFC から色良い返事をもらえず…しかし UFC と合併したことで二刀流は可能にと投稿しております。何か大きな動きが今後ありそうですね。そして続きまして、ベラトールライト級グランプリ1回戦で早くも散ってしまったトフィック・ムサイフ選手、昨日ツイッターで、私は6月に競争する準備ができています、戦いを待っていますと6月の復帰を示唆しております。そしてこちらはロシアのインフルエンサーハスブラ君、ただいま大炎上しております。なぜこのようなものをアップしようと思ったのかは謎なんですが、まず自身の猫の耳をつねり、その後逃げた猫を追いかけましてボクシンググローブでボカンと殴るという動画によりですね、貴健心選手も一気に嫌いになった、ゴミだなこのガキと投稿しております。ハスブラ君は自分は小さくて弱いので、それをさらに弱者に向けてやっているというような印象は受けましたね。これはですね、有名な売れる脚本の作り方という本で、セーブ・ザ・キャットというのがあるんですけど、その中の一つにタイトルにもなっている危機一髪の猫ちゃんとか動物たちを救うと登場人物に感情移入しやすくなりますよというものがあるんで、なので裏を返すと絶対に動物虐待などは当然ですがいけませんとも言っているものなんですが、ハスブラ君は今回これに反してしまったと。これは基本中の基本でもありますね。しかしですね、チェンソーマンというひねくれた漫画の中でタイトルにそのものをズバリセーブザキャットという回があるんですが、主人公がその時は柄にもなく猫を助けるという展開が出てきまして、でその後これはですね、他のキャラ側なんですが、家族が犠牲になってまで助けた猫ちゃんがいるんですが、その猫をですね、他の人物がコロピーしてしまう、コロピーされてしまうという絶望展開にもね、その後なっていって、これはですね、
あえてセーブ・ザ・キャットという脚本が有名でみんなが知っているので、それを逆手にとってという新しいパターンにも現在突入していっているという、今のこの昨今の脚本界という方の話でもありますね。そしてこちらはシュートボクシングライト級のチャンピオン、ライズでは原口健人選手とも戦い、直近では鈴木千尋選手の兄鈴木弘樹選手にも勝利している西岡レンター選手よりのお知らせ、ご報告です。格闘技を続けることができなくなりました。17歳から痛くなり始めて手術をした左手首ですが、2度の手術の後も痛みは完全には取れず、注射で痛みを紛らわしてパンチを打ち続けていました。去年10月の最後の試合の後、だんだんと痛みが強くなってきて病院へ検査に行ったところ、軟骨がなくなり骨と骨が当たって変形してしまっていて、痛みを取る手術をするともう格闘技はさせられないとのことでした。最初は諦めきれず、紹介していただいた東京、埼玉、千葉の病院にも行きました。それでも結果は同じでした。5歳から格闘技を始めて18年、全く悔いがないとは言えないですが、本当にたくさんの方々に応援していただいて支えてもらって、いい格闘技人生を送れたと思っています。僕を応援してくれて支えてくださった皆様には本当に感謝しかないです。今まで本当にありがとうございました。そして格闘技人生はここで終わりですが、僕の人生はまだまだここからなので、これからも応援していただけたら嬉しいですと、過去に勝負をした深志選手もここに、お疲れ様でした、戦ってくれてありがとうとコメント残しております。さらにマンドコロジン選手は、ジムは違うけど小学生から一緒に切磋琢磨してきたレンタが引退、何年も悩んで決めた引退で、それを決断した覚悟は相当すごくて、続けることよりも難しい決断やと思います。とりあえずこれからもよろしく、レンタの気持ちも乗せてこれからやっていくよん、現役生活お疲れ様でしたと投稿しております。西岡レンタ選手、お疲れ様でした。そしてオープニングファイトからライジン運営にアピールをし、本戦1試合目に昇格。試合前も相手を煽り、試合では少々時間はかかってしまったものの、3ラウンドできっちり仕留めた地獄の番犬木村ケルベロス颯太選手。試合後のツイート、俺の試合どうでしたか、試合ももちろんやけど絶対背負って盛り上げる自信あるんで、次回大会もオファーください、誰でも地獄に落とします。それに対して笹原啓治さん、昨日はお疲れ様でした、第一試合で大会に火をつけていただきありがとうございました、その名の通り明快の番犬たる戦いぶりでした、ぜひまたご一緒にお仕事できればと思います、引き続きよろしくお願いしますと。木村選手はそれに対して、ライジン改めて最高のリングやった、俺はまだまだ強くなれるし絶対成り上がっていく、みんな心配してくれてるけどアンチ別に気にならんで、道歩いてるとき石ころ別に気にならんやろ、それに俺の周りにはチームやファンがおるから、これからも一緒に駆け上がっていこう、次はどんなやつ地獄に落とせるか楽しみと。どうやら次回も出番はありそうです。木村選手は最初のイメージとは違ってかなり爽やかでしたね。あと私の印象としては、ちゃんと仕事をした人のことはちゃんと運営側も見ているといったように思いました。そしてこちらは元ウェルター級キングオブパンクラシストでもありまして、現在ではワンで活躍している手塚博之選手、昨日のツイートで、同い年のおっさん2人の終わらない青春と冒険としまして、ハッシュタグが岡田亮、ハッシュタグ野生合宿、ハッシュタグ栃木、地元ですね。なんと岡田亮選手と現在2人で合宿しているそうなんですが、添付されている動画が川に飛び込んだり釣りをしたりテントを張ったり川魚を焼いて食べたりと、とても楽しそうです。はい、岡田亮選手も復帰戦するとおっしゃっておりましたので、今後が楽しみですね。はい、というか羨ましいです。以上となります。初めての方はぜひチャンネル登録していってください。また聞いてね。